万人口。万人口とは、中国などにより、満州を中心とする中国各地に存在する、日本人経営の鉱山や工事現場で使い物にならなくなった、中国人労働者が生き埋めにされた、ひとてば主張されるもの。中国語の項は、生き埋めの意味があり、犠牲者の数を指して、万人口という。1971年、昭和46年。 本田勝一により朝日新聞での連載、中国の旅で取り上げられ、知られるようになった。連載では、無順炭鉱などで、栄養失調や怪我、病気などで使い物なら、亡くなった労働者が生き埋めにされた数の犠牲者が出たと、し、犠牲者が埋められたとする場所を、万人鉱という名の、一捨て場であるとした。連載で取り上げた南米工業の万人鉱の上に記念館が建設され、 類々とした発骨遺体が展示、公開された。以降、毎日新聞などで同様の報道が続き、後に削除されたが、日本の高校用歴史教科書にも一時掲載されるに至った。関係者による事実無根との抗議が、朝日新聞社などに寄せられたがそれらは無視され、加害者とされた関係者への取材も行われなかった。その後も、新たに、 中国東北部の60カ所余りが万人公とされた。田辺俊夫は、武順炭鉱や鶴岡炭鉱など6企業の勤務経験者を中心に、約300人以上に連絡を取り、アンケート調査などを行い資料にも当たった。しかし、目撃証言は一切なく、現地人への残虐行為についても全員が否定した。田辺の調査後、武順炭鉱の社友会が、 全会員1000人を対象に行う調査でも同様の結論を出ている。さらに、戦後、国民政府によって行われた満州唯一の先般裁判である信用裁判において、同容疑で刑を課せられた例が一例もなく、取り調べや逮捕された例もなかったため、田辺は中国の絶造であると結論している。1971年、本田勝一記者が朝日新聞、 中国の旅、第2部、万人公として連載する。連載では、南満州鉄道が経営していた武順炭鉱、遼寧省武順と、南満州工業、南満工業が経営していたマグネート鉱山、道正大石橋に存在するという万人公を取り上げた。万人公とされる場所の一つを訪れたホンダは、私はまだ、 那智がやったアウシュビッツ殺人工場の現場を見たことはない。だからこの万人工のような恐ろしい光景は、生涯で初めてだったとの感想を述べた。連載直後、南万工業者誘拐代表者が、朝日新聞社を訪れ、記事取り消しを求めて抗議したが、門前払いであったという。また、不順炭当の電気技師だった、久野健太郎が、万人工、貿易残殺事件は、 事実無根であると辞書を添えて、抗議の書簡を送ったところ、ホンダは1986年3月に、私は中国側の言うのをそのまま代弁しただけですから、抗議をするのであれば、中国側に直接やっていただけませんでしょうかと、返答した。万人講は、歴史的事実として、百科事典、教科書、後に削除、日教祖教典集会にも登場した。だが、 学者、研究者、作家で、日本側関係者を調査した者は誰一人いなかった。万人陰講に疑問を抱いた田辺俊夫は、武順単行42人、南万工業13人、大石橋関係9人に調査を行い、万人陰講はなかったとの結論が出たとして、1990年、正論に調査結果を公表する。正論翌月号に、本田による反論ではなく、 コメントが掲載される。ホンダは、田辺の調査結果に対し、少数のアンケートで断定するのは、おかしいと反論した。翌々月の、正論には、南万工業の元社員5名による、座談会、私たちは、万人公なんて知らないが掲載された。ホンダ、田辺両者の主張の食い違いを受けて、武順単行関係者で作る、東京武順会、以下、武順会は、会員。 約1000人全員にアンケート調査を行い、回答のあったから469人の証言内容を精査した結果、強制労働による犠牲者の一捨て場としての万人口がなかったことは、はっきりしたと結論し、1990年12月に産経新聞が用紙を報じた。調査を受けて、武順会は1991年四月十五日、南万工業者誘拐は、 同5月、作り話等が歴史的事実として確定してしまう恐れがある、事実であるかのごとき報道をされたままでは、同僚に対して、また国民に対し申し訳が立ちませんとして、関連記述の削除を求める申し入れを行った。これに対し朝日新聞は6月17日付で、中国側証言を覆す確固たる証言が得られていない、日本でなく、 中国での精密な現地調査を考えている、求めに応えられない等とする回答を行った。1991年11月12日付、朝日新聞有観は、新たな万人公の存在を報じた。炭鉱人の悲痛な叫びを、朝日新聞社は一個だにしなかった、と、田辺は言う。申し入れから20年、朝日新聞は事実解明の調査、訂正を行っていない。 中国の旅は教室に持ち込まれ、朝日新聞社は今も自死に広告を掲載し、宣伝に努めている。20年余り電気技術者として、武順炭鉱に勤務した、久野健太郎は電力設備をはじめ電柱一本に至るまでが管理責任にあった。送電先進説の際には、現地測量、仮設工事に従事した。この間、文字通り山、谷、 川を塗装してきたが、混人罪万人公なるものはなかったと断言する。南万工業者誘拐から紹介され、あった三人は、いずれも万人公を全面否定し、工人に対する残虐行為などとんでもないと、きっぱり否定し、中国の旅連載を知っていた二人は、怒りを隠そうとしなかったと述べた。朝日新聞、1991.11。 の新たな労働後万人広報道では陳東健教授により石炭1トンあたり労働者死亡数が25.8人に上ったという東京武順会は武順炭鉱統計年報にあたり1940年は死亡が年9人だったことを突き止めたトン当たり0.7人である田辺は中国側の主張がいかに根拠のないものか はっきり示していると述べている。武順炭鉱流放罪短所で起きたとされる貿易残殺事件は中国側証言によると昭和17年の発生とする。皇帝、不義の辞伝、我が反省も事件発生は17年と記す。さらに大道炭鉱の中国人証言者が1942年昭和17年これらが流行し死者が続出。 万人に捨ててられたと証言している。一方、武順炭鉱、貿易の思い出はこれら発生を18年と記し、大道日本側関係者もこれら発生は18年に、間違いない、犠牲者は埋葬したと話す。満州日日新聞も昭和18年で報ずる。17年に、同新聞のこれら記事は見当たらない。田辺敏夫は、 こうした証言におけるこれら事件が発生したとされる年数の間違いについて、武順炭鉱、満州と大道炭鉱、河北の中国側証言者が同じ間違いを犯しているのは偶然なのかと疑問を呈し、中国共産党の上層部の組織的な意志、関与のもと、不義の自伝を種に、武順炭鉱と大道炭鉱でのこれら事件が、鉄造されたと指摘している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。